正直家建てるの興味なかったんですけど、僕的にはお家への憧れがあるということなので、結婚して1年ぐらいで、じゃあちょっと家憧れのものを叶えに行こうかっていうふうになって、でいろんな住宅メーカーさんの展示場とかに行かせてもらって、で1、2件ぐらい実際に図面描いていただいたりとかしてたんですけど、なんとなく、まあ、家いざ建てるってなったら普通の家嫌だなっていうふうに思って、いや家の憧れも叶えつつ、ちょっと僕のこだわりというか入れつつってことで、その、まあ、ちょうど友達が実際に起業した時期だったのかな、すぐ話伺ってみようっていうことで実際聞いたら、その僕の願ってた普通じゃない家をやってたんで、あのすぐお話に引き込まれたというか、もう営業が社長だったみたいな感じですね。まあここですね。この空間が一番の、そうですね、こんなこと言ったら叩かれるのかもわかんないですけど、その一般的な住宅とフェザーホームの、その明確な価値観の違いというか、うん、が出るところかなと、多分お互い思ってると思うんですね。でまたその設計士さんも、この壁にタイル貼ってみませんか、したら空間が引き締まりますというようなのが一歩進んだ提案をしてくださって、そんなのかっこいいに決まってるじゃないですかみたいな、そのできる前からかなり妄想で楽しめました。お家をきれいに保とうと思って、やっぱりあのインテリアにこだわるようになったりだとか、もう本当にこまめに掃除するようになりました。生活習慣もね、整ったよね。朝起きるのが楽しくて、朝ここでコーヒー飲むのが楽しみでとかって言って、ちょっと早めに起きれるようになったりとかっていう、少しずつ整ってきています。家は人を変えると思います。子供たちはなんかよくも悪くも慣れちゃってかなり走り回ったり、まあ、楽しんでくれてます。うんね、人が来るようになったよね。うん、たくさん訪れてくれる。社長最高ってことですかね。なあ。あの家作りは人との関わり合いが大きいかなと思います。意外とそのお金だったりとか素材だったりとか設備だったりとか、性能とかに目が行きがちですけど、どれだけ企画の段階で楽しめるか、楽しませてくれる会社を選べるか出会えるかがすごく大事かなと思うんで、ご自分の価値観とその会社さんの人、営業さんだけじゃなくて設計士さん社長の気概だったり人柄だったりがやっぱり、一番いい思い出になりますし、正直その気持ちで建てるもんかなって実感しましたんで感覚だったり感情っても曖昧ですけど、それがご自身に合うような家作り会社選びができればすごくいいものが確実に仕上がるんじゃないかなと。